生き延びてくれっていう感情論があるんですけど、冷静にこう配置されてるね、セリフとかを考えると、こう、クマが死ぬフラグっていうのが立ってる状態では、あるのかなというね。さあ行きましょう。ボニー全部見たのか。うわ、もうついこの間のことというか、1時間2時間前ぐらいのところまで来たね。ボニー全部見たのか。見た直後だね。ニキルームでね、参ったな、クマとの約束を破ってしまった、見せるなという約束をね。うわー、もうボニーを可愛く描きすぎだよ、小田先生が。ベガパンクにギュッと抱きついて、ごめんベガパンクと。まあそうだね、ベガパンクをまあ恨んでたんですよね、ボニーはね。お父さんの人格を奪い去りやがって、お前人殺しだ、お前がやってることはっつって、お前絶対許さねえっていうことだったんですけど、あの過去編を見たら、まあベガパンクはそれにこう抗おうとしてたというか、完全にクマの味方だったから、まあごめんねと、ちゃんと謝るっていうね、ところです。クマから預かっておった10歳の誕生日プレゼント、あ、これ渡したいものか。これボニーには渡したいものがあるっていう伏線がね、貼られてたんですけど、綺麗サファイア、太陽のネックレス。うわー、なんかこれあれだな、供養もんだな。またこれ光月家の家紋だよね、これね。バッカニア族と光月家のつながりとかは、まだあんまり明確には分かってないんですけど、まあ多分ジョイボーイ側の種族たちだろうっていうことなんでしょうけど、まあここで太陽でまたつながったっすね。太陽でつながる国がまた一個増えたというかね、国っていうか、種族が。バッカニア族にも太陽、光月家、アラバスター、で、あとはエルバフとかね、太陽を信仰する。あとは空島のチャンディアとか、お守りじゃと言うとったが、うわ、なんかしらの意味がありそうだね。この太陽のネックレスね。キーアイテムになりそうだね。あの小僧があんな姿になるなんて2年前一体誰が想像した。麦わら、お父さんの親友の子だったんだな。うん、お前たちが一緒にここに来て驚いた。縁とは実に奇なるもの。ルフィの話してるな。お前があの部屋に入ってからエッグヘッドでいろいろ事件が起きての、私も今麦わらのルフィたちに助けられたところじゃ。全部話す。落ち着いたら彼らと合流しよう。すまんなボニー、私がしがない雇われの科学者で。違う、悪いのは全部。あー、戻ってきた。ついに現在に戻ってきましたこいつだ。うわ、もうサタン、こいつぶん殴るしかねえぞ。いや、クマ助けに来てくれるだろ多分。ちょっと待って、現在新世界エッグヘッド、やばいやばいやばい。海賊ジェリーボニー、お前の父クマは死んだ。いや、死んでねえけどな。人格は消えたってことか。クソ、なんで動かねえんだ、体。なんで3時体動かねえんだ。これ、能力か、サタン星の。サタン星の能力だとしたら、なんかちょっと見えてくんのかな。なんか牛鬼とかね、言われてましたけどね。どういう能力だ、これ。能力なのかもわかんねえな、でも。3時ベガパンク、フランキーが動かねえ、みたいなね。で、まあルフィは飯早く食いてえ、みたいなことが。あ、これもうアトラスとかも動かねえのか。ベガパンクのボディーガード、戦闘丸確保。うわ、キザルなんかちょっと思うとこあんのかな。戦闘丸とかボニーとかをなんか思ってる感じがあるね。状況は順調以下、中に入れないため状況はわからないと。四皇になりたてで立てこもりとは、誰も死なねえは無理かもな。うわ、なんか新聞を読んでるんだ、エッグヘッドの。エッグヘッドが今こういう状況ですよ、みたいな。で、どっかの国のどっかのモブが、みんな思ってるやつ、モブが言ってるな、誰も死なねえは無理かもな。いや、最終章に入ってこんだけ囲まれて、全員無事で出航するのはなんかメタ的に無理なんじゃないかっていう気持ちがあったんですけど、みんなも会った方多いと思うんですけど、それをこのモブが言ってくれてんな。誰も死なねえは無理かもな。いや、またこれだから、クマの死亡フラグになってそうだね、これね。ここまでの包囲網はお払い以上。大丈夫か、ドクターベガバンク。ドクターベガパンクを心配してんのかな。もしクマが本能のかけら、あ、なんかいい仮説立ててるな、ドラゴン。なんで自我を失ったクマが今自由に動けてるんだというかね、杯の攻撃をかわすっていうのは自我じゃん、完全に。自分の雇い主の攻撃、天竜人とかのね、攻撃、ハンマーで叩かれてもナイフ刺されても剣刺されても何にも抵抗しなかったんだけど、杯の攻撃避けてたんで、あの自我が何なのかっていうね、ところだったんですけど、ドラゴンの仮説は本能のかけらで動き出した。本能のかけらで動き出したんだとしたら、あいつはどこへ行くと思う？いいわ。バタ足なら迷わずマリージョへ突っ込むけど、クマは違うわ、やっぱり。いや、来てくれるだろう。これはストレートに来てくれていいな。殺されるぐらいならお前を。ディストーションフューチャー。ニカみたいな未来。いや、ちょっとサタン星の前でニカとか言うな、ボニー。こいつの地雷だぞ。戦えんの、サタン星と。なんかポヨンってなってっけどな。何ポヨンって。また弱くなってる。なんで？なるほど、奴の娘だ。その名を知ってるのか。だが、それが何かを知らない。こいつの中でまだニカと麦わらの白い姿は繋がってないようだ。実に惜しいな。おい、誰だ、そいつに食料与えたのは。すぐに回廊石の手錠をかけろ。あれ、ルフィ肉食ってんな。これカリブーか、もしかして。食料を与えたの誰だ、これ。誰も動けねえはずなのに。まあ、ちょっとまだわかんない。ちょっと読んでいくか。捕まえるすぐにと。え、キザルこれもう動けるんだけど動いてねえんじゃねえの、これ。このジジイ年齢操作も通じねえ。あー、なるほど。ボニー、その能力は私が与えたんだ。直接身を食えぬ赤子にエキスで能力を与えられるかの実験だった。めちゃくちゃしてんな、天竜人。成功したが不要な身だ。その能力がいかなる未来にも変身できるが、現実を
知るたびに選べる未来が狭くなっていく能力。なるほど。だ子供に持たせてたら強いけど、そんなの無理って思えば思うことできなくなるのか。あ、来てる来てる来てる、クマ来てる。ニカを信じたいんだらニカはいる。父がお前らに従うサイボーグになった日からお父さんを解放してもらいたくてずっと探し続けている。なるほど、解放の戦士だからクマのことも自由にしてくれると子供のボニーは思ってるっていう話なんだ。もういないと思い始めている。証拠が今の弱さ。バッカニャ族のくだらん伝説を信じ、お前の父も私にこう言った。ニカのように人々を救いたい、言ってたね。後に聖地の者の第八夫人となったお前の母に、こいつかい、薬物実験したのも私だ、また副作用の青いあざが出て失敗、なかなかうまくいかぬが生まれた子にも遺伝するとはな。これ何の実験してんだろうな、薬物実験。いやもうお前だな、完全にこいつが元凶だな。組織とかお前の敵は世界そのものだとかじゃなくて、もうこいつだな。一旦クマとかボニーの敵は何らかの実験だったんだろうな。子供を覚醒剤で縛り付けて巨大化の実験をしてたのが、まあパンクハザードでのシーザーだったんですけど、であれもまあそんなのできるわけねえよっていうのをなんかシーザーすらも思ってたんだよな、やってる本人ですらな。なんかその辺とこう因果関係があんのかな。で、クマ来たよね。全部お前が。あんたの実験者だ。ああ、そうだよ、ベガパンク。よく言ってくれた。クマの家族は制御クリーンに翻弄されたんじゃぞ。クマはそのために命を差し出したんじゃ。よくも取引などと恩着せがましく。おい、私の身にもなってみろ。虫けらの気持ちを理解しろというのか。不可能だ。お前が虫だけどな、今は。パシフィスタ、違う。手のひらに肉球が。だから肉、肉の実がもう消えてんじゃないかとかって、手のひらが映ってねえみたいなのもあったけど、もう肉球はあるんだね。エッグヘッド南西の海岸に元桜花渋貝バーソノミクマが現れました。島の中心へ進行中、意見チップ通じず止まりません。本能のかけらで動いてるのかな、やっぱり。ドラゴンの仮説の通り、何をバカ騒ぎを、クマが来るはずがない。あ、もうボニーが泣いてる。クマがなぜ止めろ、打って構わん。何も口に出せない。ねえお父さん、心が壊れそうだよ。私もうこのまま死んだ方が楽かもしれない。うわ、いやもうやばいって、もうこいつサタン星。ちょっと待って、ごめんねお父さん。あ、うるさくてかなわん、クソガキめが。頭を打ち抜け。うわもう、いやお前ら銃構えてんじゃねえよ海軍。こいつら覚えとけよ。こいつら顔忘れねえからな、この銃構えてるこの三人よ。うわごめんねお父さん、せっかくもらった命。あ、来た。うわ、エースやん、エースの構図やん。お父さん、バチバチバートルミュークマだ。うわもう最後のページ。うわ思いっきりぶん殴りそう。ここで終わってんな。いや頼むよ、ちょっと避けるとか頼むぜ。いやー、ちょっと怒涛だったね。ちょっとボニーがあまりにもかわいそうなのと、サタン星があまりにもクソなのと、クマがまあストレートに駆けつけてくれた。ただなんでクマが動けるかはちょっとわからない。ベガパンクがプログラミングしてたっていう話なのか、ドラゴンの仮説では本能のかけらで動き出しているっていう話だけど、キザルが止めそう。うわ、キザルが止めそうはありえるな。なんかキザルちょっと動けそうな、なんか余力感じたんだよな。これも意味深だったね。クヨーモンのネックレス。クマには太陽がね、紐付けられてはいるんですけどね。持ってる聖書に、こう、太陽が描かれていたり、そこにこう、女神様というかね、のが描かれていたり、太陽の神様を表してるんじゃないかみたいなね。太陽十字の真ん中ぽっかり穴開いたみたいなマークなんで、クマの服がね、匂わされてはいたんですけど、さらに濃密にこのネックレスによって、バッカニア族も太陽要素があると、いうことが判明していったと。で、あとその政府が、まあそのジニーに対して実験をした、で、失敗してしまった、で、青いあざができてしまった、それが遺伝したみたいな話なんですけど、その政府がやろうとしている天竜人の奥さんっていうの、大難婦人みたいなのをなんか実験に使って、それで何をしようとしているのかっていうのも、なんか気になりますよね。強い戦士を、ってことなのかな。政府は世界をひっくり返されたくないわけですから、強い戦力っていうものをこう確保どんどんしていきたくなってるはずだよね。ウラヌスっぽいあのイム様のあれもしかりね、パシフィスタもしかりで、悪魔の実とかもしかりで、あのシーザーの時のね、あの子供に対して行っていた実験とかも、人を巨大化できれば強い戦士を量産できるみたいな言葉もあったりしたんで、やっぱり強い戦士を量産しようとしてるのかな。ルナーリア族のさ、セラフィムがあるじゃないですか。
なんかそれ以上のやつなんかあるんじゃないかって考えたこともあるんすよね。それ以上の地獄というかね。ルナーリア族のセラフィムにカイドウが食べてたウオウオの実を与えてそれを量産するみたいなさ。その制御鱗が青い鱗って書くんで、なんかウオウオの実との関連性もちょっと感じるんだよね。カイドウといえば人体実験もされてたでしょうし、で、現にウオウオの実のコピーというかね、ベガパンクが作ってるのもあるんで、もしかしたらウオウオの実をパシフィスタにつけるとか、セラフィムにつけるとか、なんかそれを量産しようとしてるっていう話なのかな。まずはサタン星ぶっ飛ばしてほしい。そうだね、考察云々よりもまずサタン星一発ぶん殴ってくれって話だね。誰も死なねえで脱出するのは無理じゃねえかっていう、どっかの国のモブのセリフもありましたけど、いや、これだからクマの死亡フラグがかなりいってんじゃねえかっていうね。で、あとはその自爆装置っていうのが、おそらくはクマに仕掛けられてて、で、それが、まあ、いわゆる多分サタン星はこういう状況をある種危惧して、自爆装置をこう、ベガパンクにつけさせたと思うんですけど、そのプログラミングがどういう風になってるかわかんないですけど、サタン星がもう自爆しろって命令したら自爆するみたいなプログラミングになっちゃってんのか、あるいはどっかのボタンを押すとかさ、自分でしか自爆できないとか、で、あとはもうベガパンクが、その自爆装置は結局つけたけど取り除いてたとか、ドラゴンボールのね、オマージュとかもよく言われ始めてますけど、最近ね、そのパシフィスタと16号とかね。まあ、ドラゴンボールで言ったら16号には自爆装置がついてました。ただセルの第二形態にドーンってやられて、ブリーフ博士にクリリンに連れて行かれて修理した時に、16号が意識してないうちに自爆装置危なっかしいから取り除いていたんだよね。ブリーフ博士とクリリン伝えろよって話なんだけどね。16号が目覚めた時に自爆装置は取り外しておいたからなっていうのを伝えろよって話なんだけど、伝わらずに自爆装置はまだ体の中にあるものと信じてセルにこうやって後ろから抱きついてこうダーッつったんですけど、自爆しなかったっていうのがあるんだよな。だからもしかしたらその辺のオマージュとかで言うんだったらね、自爆装置っていうのはつけられてるんだけど、もともとついてるんだけど取り除かれてるとか、なんか起動しないとか、なんかドラゴンボールでも17号18号にも自爆装置ついてて、でそれをクリリンがね、本当は壊せばいいのにコントローラーを壊して逃げてくれって言うとかさ、で16号の自爆失敗とかもなんか全部失敗に終わってんだよね、自爆装置ね。ただまあドラゴンボールはそうですけどね、自爆装置っていうのがもう暗に匂わされていますし、で今回こう誰も死なずに出発するのは無理なんじゃないかっていう伏線も一個張られたんで、これはもしかしたらまあ自爆じゃないにせよね、クマがこの場でこう亡くなっちゃうのは結構濃厚なのかなって思ったりもしますね。かわいそうですけどね、ボニーに関してはね。生き延びてくれっていう感情論はあるんですけど、冷静にこう配置されてるね、セリフとかを考えると、こうクマが死ぬフラグっていうのが立ってる状態では、あるのかなというね。ねえ、亡くなってしまったこのエースを彷彿とさせるような杯の攻撃をね、背中で受け止めてルフィをかばったあのエースをこう彷彿とさせるようなこの構図、このドンっていうさ、効果音が左上と右下に配置されてるのとかもさ、なんか同じだし、その後のズポって言ってそのね、突き刺した拳とか突き刺したトゲを抜く時の音もなんかね、一緒だしね。で、まあ、ルフィに肉を食べさせたやつが誰かとか、キザルがどういう風な行動をするかだね。戦闘丸とボニーに対して、なんか思うことがあるような、てんてんてんみたいなね。ね、上半身こうやって起き上がってって、てんてんてんみたいになってるんで、もう動き出せる状況でもあるような気もするけどね。どっちつかずの正義のキザルが、海軍を抜けるとかさすがにねえだろうけど、あのアラバスタ編でそのスモーカーとかタシギとかが麦わらの一味にこう協力している感じ、表だって仲間には全然なってないんすけど、タシギとかスモーカーは。なんか、あそこも良かったんだよね。海軍と海賊が手を組むわけにはいかねえ。あのね、パンクハザードの終わりのところでさ、海軍こそ正しくて、みたいな。で、みっともないあなたたちやめなさい、みたいなタシギに言われて、いや、でもよ、タシギちゃん。こうでも言わねえと、俺たちこいつらのことを好きになっちまうよみたいなやつあったじゃん、あれ。あのシーン良かったよな、あれめっちゃ。うるせえ行こうとか。望むところだとか、めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、トップ20に入ってくんだ、あのシーンは。